山都市下鶴間ふるさと館は、神奈川県山都市にある、山都市立の文化施設である。第三道の宿場である下鶴間宿に位置し、山都市指定重要有形文化財の旧、小倉家住宅の母屋と土蔵を現地復元して2006年4月1日に開館した。宿場の消火建築として、神奈川県下に残る数少ない例と評価されている。旧小倉家住宅の母屋及び土蔵。 管理棟から構成される。母屋は店、座敷、難度、奥座敷の4間取り。住宅解体時に発見された薬類などの資料のほか、地域の歴史資料、工芸品などを展示している。開館日時などは以下の通り。旧小倉家住宅の所在した位置は、下鶴馬ふるさと館と同じく、山和市下鶴馬2359番地である。下鶴馬は、 山都市の北部、境川の右岸にあり、かつては、相模国高座郡下鶴間村といった。下鶴間村の中央部を東西に、ヤグラザ王冠が貫き、東部には、八王子道が南北方面に伸びている。旧国楽家住宅は、下鶴間塾の東の端にあたる部分にあり、観音寺や諏訪神社に近く、藤沢方面からの八王子道が、 ヤグラザ王冠と一部分合流する交通の要衝でもあった。旧小倉家住宅はヤグラザ王冠に接して北面に立つ宿場町時代から続く建物である。小倉家についてその歴史は明らかな部分を書くというが家電や本家筋にあたる長谷川家の家父を総合した結果は次のように想定されている。小倉家は少なくとも京安年間から続く 下鶴間村の旧家であった。小倉家は、1813年に一度断絶した。その後、VS 字からの要請を受けた、下鶴間村の名主10代、長谷川彦八という人物が、1852年3月24日に、愛好軍山際村の梅沢家から、婿養子をもらって、自分の長女藤と結婚させ、小倉家を再婚させた。その翌年、 最高した小倉家は、長谷川家の分家となっている。小倉家の家業は、雑貨商で、江戸時代末から続いていた。1903年、下鶴間に郵便局が開設されて、小倉家の二代目吉和が初代局長となった。吉和は6年後1909年3月18日に、病死し、同じ地区の高下和志蔵が郵便局長の職を、引き継いだ。 ただし、同年9月に、小倉家の三代目吉和が、局長に就任している。この時工芸下にあった、郵便局舎は、小倉家の母屋の一角に増築する形で移転した。郵便局は1929年に現在、駐在所が位置している地に移転するまで、小倉家の敷地内にあった。小倉家は四代目になってから、金物中心に商いを行うようになり、 金物屋と呼ばれるようになった。他に、長谷川家の新宅という意味からか、通称を新宅といった。小倉家は1961年に商売を畳んで、中央林間一丁目に転居し、当地には母屋などが貸屋として残された。旧小倉家住宅は340坪ほどの敷地に、母屋と土蔵が現存する。創建の年代について、 胸札などは見つかっていないが、解体調査の際に、座敷の床板裏から墨書きによる落書きが発見されている。その落書きには、黒船の絵や、安政3、安政3年たつ4月28日の記述が見られ、1837年の建築と推定される。他に、図州加茂郡、西名省、石田利蔵領という落書きも認められるため、 伊豆から大工が来て幕末期の下鶴まで働いていたことも判明した。旧小倉家の土蔵は横浜居留外国人向け自新聞ザ・ファイ・イースと発行に掲載された下鶴間塾の写真に写されている。建築当初は桁行き七間半、両行五間半の規模を持ち入り模屋造り、かやぶきの屋根であった。間取りについては広い土間、板敷きの店、 奥に中条の座敷、上手の手前寄りに何度、その奥に奥座敷が配されるような間取りである。建物の二階で養産を行っていたが、一階では養産を行わなかったという。中二階は女中が使用する部分となっていた。その後郵便局舎の増築や対象期のさらなる増築を経て、1967年に屋根がトタンブになるなどの大改装が行われた。 この大改装の際に、旧郵便局舎が取り除かれている。さらに1971年には、貸し店舗への改装がなされた。旧小倉家住宅は、1995年4月に、主屋部分が山都市指定重要有形文化財に指定された。この時復元を前提として解体及び調査が実施された。 母屋と廊下でつながっていた土蔵の部分は所有者の意向によって当分現地で保存することになっていた。しかし土蔵が立つ敷地部分が歩道整備計画に含まれているのが判明したため所有者との協議を経て1997年4月24日付で土蔵も山都市指定重要有形文化財に指定した。同年6月に所有者からの寄贈を受け山都市は 母屋と共に移築復元することを前提として、解体保存工事を行った。土蔵の解体中に発見された牧書により、この土蔵は明治期のものではなく、1918年12月に再建されたものであることが判明した。土蔵は、西谷市側にあり東側に向いている。建つは小坪桁行き2軒半、両行2軒で2階建てである。 主な展示物を写真で紹介する。主な交通手段は以下の通り。ありがとうございます。